どうかしたのか？わあ、もしかして聞こえちゃってました？負けてられないってやつ？うん、そうです。ここ ACQ48 の本拠地じゃないですか。そっか、それでコンサートに行ってみたいのですが、なかなかチケットが手に入らないんです。一度だけでもいいから見に行ってみたいんです。だったらキャンセルチケットを狙ってみるのはどうだ？コンサートの日に予定が入ったなんて人結構いるんじゃないかな。なるほどです。リュウ、ちょっと探してみます。あ、俺も手伝うよ。せっかくチケット手に入れたのに。なあ、この場所であの態度、きっと間違いない。リュウ、聞いてきます。あの、すみません、もしかして ACQ48 のチケット持ってませんか？え、なんでそれを？なんとなく、そんな気がしたんです。そして、予定で行けなくなったりしてませんか？どうしてそれを？アイドルパワーです。あの、もしよかったらそのチケットを譲ってもらえないでしょうか？確かに行けなくはなったけど、これを売れば結構なお金になるしな。やっぱりダメでしょうか？そうだ。ねえ、君も ACQ48 が好きなんだよね。それだったらレアグッズとか持ってないかな？レアグッズですか？そうそう、レアグッズ。サイン入りの CD とか、会場限定生写真とか。レアグッズとだったらチケットを交換してあげるよ。なるほどです。だけどリア、そんなレアグッズ持ってません。もし見つけたら持ってきてよ。ちなみに僕の推しは御徒町清子ちゃんだから、彼女のレアグッズなら喜んで交換してあげるからね。朝日さん、ダメでした。そんな肩を落とすなって。だったら今度はレアグッズを探せばいいだろ。え？ここは秋葉原だ。きっとレアグッズを余らせてるファンもそこらにいるって。今度はレアグッズを探しに行こうぜ。女子が僕に話しかけてきた。一体なんだ、何を買わせる気なんだ。違います。実はお尋ねしたいことがありまして。僕にかい？いきなりですが、御徒町清子さんのレアグッズを持ってませんか？なんだ、清ちゃんのか。うん、持ってるよ。それもいっぱい。絶版になったファースト写真集なんて、サイン入りのが5冊もあるよ。お、マジか。もしよかったら1冊ほど譲っていただけないでしょうか？ダメダメ、どれも大切なんだから。そうですよね。だけど交換だったらいいよ。え？最近さ、キヨちゃんより上野翔子ちゃんが気になるんだ。まだ加入したてだからグッズもあまり出回ってないんだよね。彼女のグッズだったらキヨちゃんの写真集と交換してあげるよ。どうしましょう。リピョン、これはチャンスだ。
サイン入り写真集より手に入りやすいんじゃないか。そっか、それもそうですね。今度は上野翔子のグッズを探そう。やっぱり売ってないか。あの、すみません。どうしたの？上野翔子さんのグッズを探しているのですが。ああ、翔子ちゃんか。生写真だったら持ってるよ。え、本当ですか？あの、もしよかったらその生写真を譲っていただけませんか？新入りだけど、一応メンバーの一人だしな。だから、ごめん。ちょっとあげることはできないかな。うん、やっぱりそうですよね。お、でも勘違いしないでね。僕の推しはウグイス谷春子ちゃんだから。はあ、惜しかったな。なんだか付き合わせてしまってごめんなさい。いいって、気にすんなよ。これ以上付き合わせてしまうのはさすがに申し訳ないです。それじゃあ、いいのか？はい、また今度探してみます。朝日さん、どうもありがとうございました。そっか、分かった。それでは、ACQ48 カフェの前の方に報告に行きましょう。御徒町清子さんのレアグッズ、ありませんでしたって。君はさっきの。ごめんなさい、御徒町清子さんのグッズありませんでした。そう簡単に見つからないよな。一生懸命探したんですけど。わざわざありがとう。なんだか申し訳ないことしちゃったな。いえ、大丈夫です。さすがにチケットはあげられないけど、頑張ってくれたお礼にこれならあげるよ。これはハルハルの生写真だよ。ハルハルってもしかして、ウグイス谷春子さんです。それじゃあ。はい。え、二人してどうしたんだ？あのちょっとだけお待ちいただけますか？え、大丈夫、すぐ戻るから。これって絶版だった御徒町清子ちゃんの生写真じゃないか。それもサイン入りだなんて。頑張りました。これチケットと交換してもらえるかな？はい、もちろんです。ありがとう。おかげで今日はとっても気分がいいよ。よかったな、いくよ。わらしべ長者のリッピョンです。朝日さん、どうもありがとうございました。気にするなって。それにしてもリッピョンは ACQ48 が本当に好きなんだな。え、違いますよ。え、じゃあなんで？すべては研究のためです。人気アイドルたちの仕草やトーク術、これらを研究して今後の活動に役立てるんです。必ずや彼女たちのスキルを盗んでみせます。研究熱心なのか。OL 喫茶はいかがですか？ビジネススーツで接待いたします。おー、OL ね、そういうのもあるのか。朝日さん、
違うって。隠さなくてもいいんですよ。リュウだってコスプレ好きですから。ニッピョンがコスプレと言っても衣装を眺めるのがですけどね。あ、そうだ、この近くに衣装屋さんありましたよね。それってソルジャーズゾーンの中かな。きっとそうだと思います。あのちょっと見てきてもいいですか。ああいいよ。っていうか俺もついて行っても。それじゃ行ってきますね。置いてかれた。ただいま戻りました。おかえり。かわいい衣装は見れたか。はい、かわいい衣装ばっかりでみんな気に入っちゃいました。なので自分で作ろうと思います。え、作る。はい、自分で作っちゃいます。なのでまずは布を探さないとです。おー、布か。秋葉で売ってるのかな。実はリュウ、前から気になってた布があるんです。なんだ、目星はついてるのか。だから行きましょう。行くってどこに。メイドの妄想中です。はあ、なあリッピョン、本当に妄想獣の布を使うのか。節約です。そうですか。魔法を使ってくる妄想獣です。そうですね、お体分欲しいです。じゃ倒しに行くか。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵は4体っち。隙を突きまくれっち。楽しこれでも。やるだろ。まだもう一つ。まだ行くわよ。じゃないっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵を4体発見っち。飛ばせて。楽勝。やるだ。楽勝。扉を発見っち。敵がいるっち。どうするっち。この扉を進むっち。ここから来たのにっち。はっ。敵を4体発見っち。かかってこいよ。やるな。まだ楽勝。終わりだ。楽になったら倒してまだまだ行くわよ。朝日さん、やりました。ああ、これで5体分だな。そんじゃ、表に戻ろっか。かわいい布がいっぱいです。よかったな。はい、それにちょっと強くなることもできました。一石二鳥なのか。そうですよ、だってアイドルは体力がいりますから。だけどこのまま強くなり続けたら。はい、秋葉原の筋肉アイドル、リッピョンこと百瀬リュウ14歳です。あなたのハートへレッツダイビングエルボードロップ。絶対に嫌だ。え、え、誰だ。これで現場は押さえたぞ。男と歩いてるお前が悪いんだ。なんだよあいつ。もしかして雑誌記者か。でもどうして。リッピョン、わわわ、ごめんなさい。
リッピョンこそ大丈夫か？写真撮られちゃったみたいだけど。はい、リュウなら大丈夫です。むしろ名誉あることだと思います。え？どうして？だってアイドルだったら雑誌記者に狙われなきゃいけませんから。それだけ注目されてるってことです。リッピョンはいつも前向きなんだな。いえいえ、だけどアサヒさんたちに迷惑がかかるのは良くないですよね。いや、俺は別にいいけど。それに気になるんです。リッピョン、アサヒさん、今の記者さんを探しましょう。お店があるっち、アイテム補充するっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。妄想球に入るっち。おいら見つけました。何が見つけましただよ、可愛くぶりやがって。くそ、逃げられた。アサヒさん、追いかけましょう。もしかしてそいつって。あの、その記者さん、どちらの方へ行きましたか？あっちの方だから、きっと裏通りじゃないかしら。アサヒさん、行ってみましょう。お店があるっち、アイテム補充するっち。休憩ポイントっち。おいらは疲れた。逃げ切れてね。アサヒさん、いました。こっちには気づいていないみたいだな。リュウ、注意しに行ってきます。いや、待てって。え？このまま近づけばさっきの二の舞だ。ここは挟み撃ちにしよう。なるほどです。ここで待っててくれ、俺反対側に行ってくるから。まあ、もう追ってこないだろうね。誰が追ってこないだって。なっこっちにもいますよ。くそ、うわ、奥に逃げられました。安心しろ、あっちは行き止まりだ。そこまでだ。くそ、追い詰めましたよ。ひ、何が望みで、さっきの写真を消せとでも言うのか。いえ、違います。え、じゃあ何だって言うんだ。あの、どうしてですか？どうしてリュウの写真を撮ったのでしょうか？どうしてだと？はい、リュウはそれが知りたいんです。そんなの決まってんだろ、その手の趣味のやつに売るんだよ。その手の趣味？ああそうだよ、いるんだよね、そういう趣味の男が。男連れの女に興奮するやつや、すっぴんじゃなきゃ興奮しないやつとか。それじゃあ記者さんじゃないんですね。はあ、記者なわけねえだろ。つかお前誰なんだよ。それは。おい変態カメラマン、お前いい加減にしろよ。アサヒさん、なんだよ、男は引っ込んでろよ。そのカメラちょっとよこせ。あ、何をする。データ消しといたから。くそ、覚えておけよ。覚えておくのはお前の方だろ。んだってリッピョンはいつかトップアイドルになるんだろ。そういう意味ですね。アサヒさん、どうもありがとうございます。いいんだ、気にするな。
なんかムカつくやつだったしな。それじゃ、行こうぜ。リウマ、いつかトップアイドルに。だけど、その前に。するな。ニートでもお腹空くのね。なんだよそれ。なんだ。リウのお腹の音です。え、今のが なんか可愛い音だな。アサヒ、気持ち悪いわよ。リッピョン、何か食うか。ちょうど牛丼屋もあるけど。何言ってるの。年頃の女の子が牛丼なんて食べるわけないでしょ。そっか、それもそうだな。それじゃあ何か別のお店を探すか。リッピョン、この俺がリッピョンにふさわしい店を探し出すからな。アサヒ、気持ち悪いわよ。おいら喉乾いたっち、買いだめしておきたいっち。上書きに気をつけろ。お、ここなんかどうだ。うまいんだぞ、野菜ラーメンは。美味しそうな匂いがして。アサヒ、本当にバカなの。え、ラーメンなんてリユが食べるわけないじゃない。それに私たちは年頃の女の子よ。まったく配慮がなってないわ。でもそのいいのよ、こんなやつをかばわなくて。なんかひどくないか。いいから、もっと可愛いお店に連れてきなさい。はーい。よし、ここならどうだ。ハンバーガーだけどちょっと高級志向だ。わあ、リュウ、こういうところあんまり来たこと。却下。なんで。ジャンクフードは太るわ。それに洋服だって汚れるかもしれないじゃない。やっぱり配慮がなってないわね。なんか琴美の趣味になってないか。まあまあ。くそ、次だ。次こそ俺はリッピョンの笑顔を手に入れる。アサヒ、気持ち悪いわよ。セーブするっち、上書きに気をつけろっち。ここならどうだ。日本人ならやっぱりカレーだろ。うわー、いい匂いがここまでして。だから却下よ。カレーの匂いが移ったらどうするのよ。本当に配慮が足りないわ。じゃあなんならいいんだよ。だから最初に言った通りよ。理由に配慮されたお店ね。っていうか、リッピョンは何が好きなんだ。好きな食べ物ですか。もうそれが食べれるお店に行こう。それでしたらスミレのエデンに行きたいです。え、あそこになら理由の好きな食べ物がありますから。どういうことだ。
あら、いらっしゃい。いらっしゃいました。なあ、どうしてここなんだ。年頃の女の子とはかけ離れてると思うんだけど。そんなの私が知りたいわよ。あの、あけみさん。その顔、お腹が空いているのね。いいわ、すぐに出せるから。ありがとうございます。一体何が出てくるんだ。興味深いわね。はい、お待たせ。わあ、美味しそう。ねえ、アサヒ、あなたにはあれが何に見える。タコワサだな。それじゃあ、あっちはイカの塩辛。ほう、とっても美味しいです。喜んでもらえて嬉しいわ。いつもありがとうございます。って、全く似合ってない。え？あら、可愛いわよ、タコワサ。可愛さのかけらもないって。ねえ、リュウ、あんた、こういうのが好きなの？はい、大好きです。え、だけど前に。好きな食べ物はキャンディーで、嫌いな食べ物はわさび。家族構成は年の離れた兄と姉が一人ずつ。ああ、あれはキャラ設定です。キャラ設定？はい、だってタコワサなんてアイドルらしくないじゃないですか。自覚はあるのね。よくお兄ちゃんがお家で晩酌してるんです。いつもおつまみはタコワサや塩辛でした。それでちょっと分けてもらったらハマっちゃいまして。なかなかいい舌を持ってるのよ、リュウは。ほら、特製のタコワサよ。あーん。うわー、おいしい、最高です。夢が壊れる。風が鳴いてるぞ、ベイビー。は？なるほど、風が鳴いている。え、リピョン？シンガーソング。俺は今日も歌うぞ、ベイビー。何もないここが今日の俺のステージだぜ。風の行方を追いかけてたどり着いた廃墟で、お前とベイビー。お前とベイビーですね。おい、どうしたんだ。え、夢中になってしまっていました。夢中にって？風に、ベイビーです。は？リュウ、今歌詞を考えているんです。それで素敵なフレーズだなと思いまして。だからいろいろな知識を吸収したいんです。ああ、なるほど。だけどやっぱり本物の歌詞を書くにはいろいろ経験しなきゃですよね。いろいろなインタビューを読んでみても、皆さん実体験を元にして作ってますし。それならいろいろと体験しに行くか。え？いろんな人に話しかけたり、普段行かないような場所に行ったりしてさ。協力してくれるんですか？ああ、もちろん。どこか行ってみたい場所はあるか？それでしたら電気街口に行ってみたい場所があります。ここはダメだって。え？ここはな、リッピョンにはまだ早い。え？そうなんですか？ここなら新しい体験ができると思ったのですが。いつからだろう、
この我が銀色の輝きに見入られたのは。お前何してんだよ。長い戦いだった。これでようやく眠ることができる。消えた輝き、我が手にはもう何も残されてはいない。ああ、負けたんだな。そして我は新たな旅路へと。どうか銀色の輝きが満ち溢れますように。あいつまだ打つ気か。え？いいんだよ、リッピョンは知らなくて。なあ、他に行きたい場所はないか。そうですね。でしたら裏通りに行きたいお店があります。マックス1号店か。いえ、お隣です。え、隣ってこっちですよ、朝日さん。老舗の居酒屋、青塚です。居酒屋って、そうだった。よく、お兄ちゃんがお家で晩酌してるんです。いつも、おつまみはタコワサや塩辛でした。それで、ちょっと分けてもらったら待っちゃいまして。それでは行きましょう。ちょ待てって。どうしてです？ここの笹カレー美味しいらしいですよ。ホタテのかき揚げやエイヒレ、それにカツオなんかも。リッピョン何歳だ？14歳です。居酒屋は20歳になってからな。えい、ありがとね。あ、誰か出てきます。お前かよ。極上なる銀色の輝き、それは我が舌さえもうならせてみせた。うまかったか、カツオは。いざさらなる新天地、さすらいの旅は終わる時を知らぬ。京也さん、お暇なのでしょうか。さあな。つかリッピョン、もっとこう健全な場所はないのか。なんていうか、こうアイドルっぽい可愛らしい感じの。可愛らしい感じですか。あ、それでしたら中央通りに気になるお店がありました。ここはな、コスチュームって書いてありますし、きっと可愛らしいお洋服が売ってそうです。行きましょう、朝日さん。いやダメだ、絶対にダメ。え、ここもですか。あー、ダメだ、最悪俺が捕まるかもしれない。え、捕まる？だけどおかしいですね。おかしいって？前にヤマトさんが言っていたんです。どうしたんだ？あ、ヤマトさん、このお店が気になるんです。メルシーだなんて可愛らしいなって。あ、ここか。だったら橘に連れてきてもらえよ。朝日さんにですか？ここはね、橘が愛用している店だ。あいつ殺す。
朝日さん、お付き合いいただきありがとうございました。別に構わないよ。で、大して役に立てなかったけど。いえいえ、そんなことありませんよ。いろいろな経験ができました。何も体験してない気がするけど。歌詞のインスピレーションもビビビッと湧いてきました。本当か？はい、バッチリです。どんな歌詞なんだ？それはですね、降り注いだ銀色の光が私の手から消え落ちた時、満たされた胃袋が悲鳴を上げる。その悲しみは喜びにも似て、だけどやがて訪れる悲劇。嘘なら優しくついてよね。そうだ、私は空を見上げていたの。ああ、風が笑っているって感じです。なんかごめんな。僕は悔しい。あれ、メガネ君？あれ、リピョン？リピョンって、あなたは確か。この前はありがとうな。だけどどうしたんだ？落ち込んでたみたいだけど。いや、そのこの前のお礼だ。困ってるなら俺でよければ力になるよ。はい、リッピョンをバカにされたんです。え？そんなアイドル知らないって。僕はもうそれが悔しくて。そっか、そんなことが。僕の中ではもちろんリッピョンが一番です。他のアイドルなんかメジャーありません。でもやっぱり世間一般じゃ知られてないですよね。まあこの時代アイドルはいっぱいいるもんな。だけどもっと悔しいのは何も言い返せなかったことなんです。どういう意味だ？歌だってもっと上手な人がいます。ダンスだってもっと上手な人がいます。それでも僕はリッピョンが好きなんです。だけど何も言い返せなくて。そっか、そんなに好きなんだな。はい、もちろんです。だけど言い返せなかっただなんて、リッピョンに顔向けできません。ファン失格です。なあメガネ君、前にさ言っていたよな。だから一歩ずつ階段を登っていってほしいんです。シンデレラストーリーの階段を。無理せずに一歩ずつ、その一歩一歩を僕は応援したいんです。だから俺もそんなメガネ君を応援するよ。どういう意味でしょうか？リッピョンをトップアイドルに育て上げる。そうすればメガネ君も胸を張れるだろ。でもまあ急には無理かもしれない。だけど一歩ずつ登っていけばいいんだ。俺に任せとけ。それじゃちょっと頑張ってくれ。って言っちゃいましたか。けど育てるって一体どうやって？朝日さん。なんだ、こんな場所に隠れていたのか。さすがに街中でファンに見つかりたくはないよな。はい、そうだ、あの人は何か言っていましたか？だけど言い返せなかっただなんて、リッピョンに顔向けできません。そっか、そうだよな。どうしたんですか？リッピョンのことを応援してるって。だからリッピョン、トップアイドルを目指そう。いきなりどうしたんですか？やっぱりトップアイドルになるには歌とダンスが重要だ。よし、まずは歌の練習に行こう。中央通りのカラオケバサラだな。
歌の練習だ。あの、朝日さん、急にどうしたのでしょうか。約束したんだ、メガネ君と。約束？いっぱい歌いました。そうだな。だけどさ、一曲目のあれはなんだ。秋葉海峡夏景色ですよ。とっても有名な歌です。演歌だよな。はい、そうです。やっぱり拳は勉強になりますね。で、2曲目のあれは？スレムスラブティーンスピリッツです。これも名曲ですよね。アイドルがグランジロック。シャウトもいっぱいできたので、とっても気持ちよくなりました。アイドルの歌練習ってこういうものなのか。え？まあいいや。それじゃあ次はダンスだ。ちょっと苦手です。だったら私の出番ね。サキさん。なんだサキ、ダンスできるのか。できるってほどじゃないけど、一応踊ったことはあるわ。それじゃあ行きましょう。駅前広場なら広さはちょうどいいかしら。妄想球に入るっち。オイラは留守番でいいっち。妄想球っち、一丁入っとくっち。よし、ここなら大丈夫ね。リュウ、頑張ります。おお、頑張れ。はぁ、はぁ、リュウ、もうダメです。お疲れ様、リュウちゃん。なかなか上手になったわ。これでトップアイドルに一歩近づいたな。道のりは遠いです。応援してるよ、リッピョンならきっと大丈夫。だけど朝日、急にリュウちゃんを育てるだなんて、一体どうしたの？男と男の約束だ。頑張ってね、リッピョン。ライブ？おお、興味あるかにゃ？にゃん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 、一緒に盛り上がるにゃ。ライブですか？なんだ？見たいのか？見てみたいですが、見るよりもやっぱりライブがしたいです。妄想に頼らないで自分の力で皆さんの前に立ちたいです。おお、その意気込みだ。リッピョンの生歌をみんなに届けよう。でもライブといってもやっぱり場所が。そっか、確かに会場が。あ、どうしたんだ。場所ならありました。セガッソ、俺は今日も歌うぞベイビー。何もないここが今日の俺のステージだぜ。そっか、ストリートライブ。はい、そうです。だけど、やっぱり機材が必要ですよね。それだったら。俺はこの秋葉原でオーディオ専門店シルバーサウンドを営んでいる。もうかれこれ20年以上になるかな。そんなに昔からやってるんですね。アンプ、スピーカー、それにヘッドフォン、うちに来れば何でも揃ってるぞ。音田さんのお店に行こう。確かジャンク通りだったような。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。あ、いたいた。どうも、いらっしゃいませ。あの、ストリートライブをしたいんです。機材って売ってますか？え、ストリートライブ？はい、リュウの歌を皆
聞いていただきたいんです。だけどスピーカーも何もなくて。おお、スピーカー、では感動だ。まさかこんなに若い子がオーディオに興味を持つだなんて。売っているのでしょうか。ああ売ってるよ。だけどね、いきなりスピーカーを買うのはおすすめしないかな。どうしてでしょうか。スピーカーはね、こだわり出すととんでもなく高いんだ。かといって安いのは音も割れちゃうんだよ。安かろう悪かろう、それがオーディオの世界なんだ。やっぱりそうですよね。だけど大丈夫だよ。スピーカーがなくても歌に気持ちがこもっていればきっと大丈夫。まあこんなこと言ったら音響や失格なんだろうけどね。だけど俺はこれが真実だと思う。気持ちのこもった歌は音響機材じゃ超えられない壁を超えられるんだ。だから頑張ってね。はい。それじゃあライブが決まったらぜひとも呼んでくれ。そっか、そうですよね。リピョン、音田さんは気づかせてくれました。リュウは今妄想だけでなく機材に頼ろうとしていたんだと思います。朝日さん、リュウはもう機材の力には頼りません。あ、分かった。と言っても次は一体どうしたらいいのでしょうか。そうだな。メイド喫茶です。このチラシがあるとドリンクサービスです。あ、そっか。どうしたんだ。チラシですよ、チラシ。告知用のチラシを作りましょう。ああ、なるほど。会場がなければお客さんもいませんからね。頑張ろう、リピョン。チラシだったら UBX で安く印刷できるはずだ。リュウのお手製チラシ、心を込めて作りますね。ここでチラシが作れるはずだ。それでは朝日さん、ちょっと行ってきますね。朝日さん、できました。あ、可愛くできたな。はい。あれ、でも日付と場所が書いてないけど。もう朝日さん、こんな毎日じゃ日付は決められませんよ。そっか、それもそうだな。なので日付は後で手書きします。場所の方もそれに合わせて決めようかなって。うん、それがいいな。で、あれ？どうしたんですか？っていうかさ、ストリートとはいえ勝手にライブしていいの？え？さすがに事務所の許可とか取らなきゃいけないんじゃないのか。事務所？だってアイドルだったらやっぱり事務所の許可が必要だろ。妄想の時みたいな大きいイベントじゃなくてもやっぱり事務所の人には報告しなきゃ。アイドルには変わりないんだからさ。あの、どういう意味でしょうか。どうもこうもそのまんまの意味だって。妄想が壊れてイベントはなくなったけど、リッピョンは駆け出しのアイドルなんだから。メガネ君だって応援していたぞ。そっか、そういうことだったんですね。リッピョン、どうしたんだ？あ、朝日さん。どうした？誰か探しているのか？はい。永遠に終わらない今日が終わる前にストリートライブをしようと思いまして。だけど事務所はいいのか？はい、それはもういいんです。ま、今日が終わったら事務所の人も覚えてないだろうしな。全てを忘れる前に、全てを忘れてからじゃ遅いんです。それで探していたんです。
この前のチラシを渡そうと思いまして。渡す？配るのは間違いじゃなくて。はい、直接お渡ししたい人がいるんです。だけど誰に？それはあの人です。あの人？あの時最後までリュウを応援してくれたメガネさんです。ああ、メガネ君か。きっと喜んでくれるだろうな。そうだと嬉しいんですけど。リッピョン、あの、アサヒさん、一緒にメガネさんを探してもらえませんか？ああ、もちろん。俺もメガネ君とは男と男の約束があるからな。それじゃあ違う場所を探そうぜ。だけどどこにいるんだろうな。いてくれると嬉しいのですが。メガネ君がいそうな場所に心当たりはないか？心当たりですか？あるのか？あるといえばあるかもしれません。だけど。ここいそうだったのにな。他にメガネ君がいそうな場所はどこだ？もしかしたら心の中にしかいないのかもしれません。リッピョン？裏通りにはいないみたいだな。そうですね。だけどメガネ君、一体何者なんだろうな。きっとアイドルにとって必要不可欠な存在なんです。必要不可欠？メガネ君のことだからきっと秋葉にいると思うんだけど。いればですよね。どういう意味だ？それは。メガネ君、どこにもいなかったな。もう秋葉原にはいないのでしょうか？だけど今秋葉原は封鎖されているし、これだけ探してもどこにもいないってことは。ってそうだよ、メガネ君は気づいていたんだ。リッピョンのアイドルイベントが普通じゃないってことに。行きましょう、アサヒさん。きっとリュウの妄想球です。オイラ喉乾いたっち。メガネ君、ここは危ないぞ。あ、はい。そうだ、リッピョン、チラシを渡したかったんだろ。
どうしたんだ。いえ、リピョン、あのメガネさん、もしよかったら受け取ってもらえませんか。これは秋葉原出身のアイドルになりたかったリュウが踏み出す最初の一歩です。なりたかった。やっぱり朝日さんは勘違いしていたんですね。どういうこと。百瀬リュウはアイドルではありません。アイドルを目指す普通の女の子なんです。リッピョンがアイドルじゃない。じゃあどうして。ってまさか。メガネさん、あなたがいたからリュウはアイドルになれたんです。僕がいたから。やっぱりそうだったんですね。妄想主が。アイドルはファンがいないとアイドルではいられません。だからきっと朝日さんは勘違いしていたのでしょう。それじゃあまさか。メガネさん、あなたはきっとリュウの妄想なんですよね。僕が妄想。リピョン、どういうことだ。アイドルの妄想が壊れてもメガネさんというリュウのファンが存在していたんです。だからこそ朝日さんは勘違いをしていた。そしてリュウはアイドルでいられた。そんな。リュウはずっとアイドルになりたかったんです。そのためにはファンが必要だったんです。きっとそんな妄想がメガネさんなんです。そっか、そうだったんだね。リッピョングッズが売ってなかったのも、リッピョンのことを知ってる人がいなかったのも、全部リュウのせいなんです。こんな話ってあるんですね。メガネ君、世界が普通じゃないのは知ってました。だけど普通じゃないのは僕だったんですね。あの、教えてください。妄想って一体何なのでしょうか。僕は一体どうなってしまうんでしょうか。それは妄想を壊さない限り、妄想をした本人は永遠に現実と妄想の狭間に残される。そして妄想が壊れたら、妄想された存在は初めから存在してなかったことになる。俺が話せるのはここまで。どうするかを決めるのは二人だからな。朝日さん、リッピョンが現実に戻るためには僕が消えるしかないってことなんでしょうか。こんな話信じられませんよね。いえ、もちろん信じます。むしろ信じさせてください。どうして。だって素敵な話じゃないですか。リッピョンのファン1号は正真正銘この僕だったってことですから。だからリッピョン、僕という妄想を壊してください。そしてこれから出会うファンのみんなを笑顔にしてあげてください。でもそんな時に少しでも思い出してくれたら嬉しいです。メガネ太郎というあなたのファン第1号がいたこと。だからリッピョン、頑張って。メガネさん、どうするんだリッピョン。やっぱり胸が痛いです。こんなにもリュウのことを応援してくれていたんですね。だからこそこの応援に応えなきゃいけませんよね。いいんだな。はい、リュウは妄想を壊します。それがリュウにできる精一杯の恩返しです。敵は一人ぼっち、こんなの楽勝っち。パッ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 ぶっ飛べ。準備届いて。さっき間違えたっち。その攻撃は耐性の弱点っち。リピョン、アタック、任せてけって。風よ、風め。マ
消えちゃったな。はい。あれれ、だけど僕どうしてまだここに。終わらない今日が終わるまでもう少し時間が残されているからな。そっか、よかった。だからメガネ君、悔いを残さないように残された時間を。何を言ってるんですか。え、だってさっきよかったって。もうだから何言ってるんですか。え、消えないからびっくりしたんです。僕はファン第一号じゃなかったのかなってなんだよそれ。だってこれは僕の一番の自慢ですから。リッピョンファンに生まれて本当に良かったです。ありがとうございます。メガネさん、リュウはきっと忘れても忘れません。メガネ太郎さんという初めてのファンがいたことを。それじゃあ行ってきます。頑張ってね、リッピョン。ずっとずっとずっと応援してるからね。